ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスは、軍人皇帝時代のローマ皇帝である。当時三つに分裂していたローマ帝国を統一した。ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスは、ローマ族州パンノニアの州とシルミウムの出身とされ、その出自には、諸説があり、父もシルミウム出身で富裕な言動委員議員で、農場主であったと伝えられる。いずれにしても低い身分の出であった。一階の軍団兵から、 軍キャリアを起こした後、ケントゥリオ、トリブヌスなどへ昇進を重ねた。皇帝、ウアレリアヌスによって抜擢されたことがアウレリアヌスの、なお広めた契機となり、ガッディエヌスミカド統治下の268年に起こったナイススの戦いにおいて、ゴート族の騎馬隊を撃退する活躍を見捨てた。皇帝、クラウディウス・ゴティクスの下では、騎兵の総司令官を務めた。 二百七十年一月に、クラウディウス・ゴティクスが美容師した後、クインティルスが即位したが、蛮族の侵入、ローマ帝国の分裂という危機的な状況の下、危機に強い優秀な軍人という理由で軍によって皇帝に推挙され、クインティルスを破って、名実ともに、ローマ皇帝となった。テキウスミカドが戦死したようにローマにとって、北方位民族の侵入は難問であり、アウレリアヌスの代でも、 激化の一方であった。クラウディウス・ゴティクスの時期に、ゴート族を撃破したことで、昇降状態にあったものの、クラウディウス・ゴティクスの死とその後の混乱で、再び北方移民族の動きが活発化しつつあった。271年、アラマンニ族が、ポーヘイヤに入り町を略奪しながら、イタリアに向かって侵入した。アラマンニ族は4万の騎兵及び8万の、 不評をもってドナウ川及びポー川を渡り、プラセンティアを占領して、ファーノに向かって進んだ。バンダル族に備えるべく、パンノニアにいたアウレリアヌスは、イタリアに入ったものの、ローマ軍は、アラマンニ族に、プラセンティア近郊で待ち伏せにあって一旦は敗北したものの、アウレリアヌスは、ポー川と再交差するパビアまで交軍しめたウロ川の、近くで宿営していたアラマンニと交戦して、これを撃破した。 さらに、パウア近郊での三度目の決戦で、アレマンニ族の軍を壊滅させ、アレマンニ族を北方へ退けた。また、アウレリアヌスは、バルカン半島へ侵入したゴート族と戦い、ゴート族の族長、カナボーズを討ち取り、ゴート族もドナウ川へ北へと退けた。北方蛮族の侵入を、ひとまずは食い止めたものの、ドナウ川の北側に位置し、 防衛が極めて困難であったダキア族衆をゴート族へ譲渡するとともにドナウ川の南にセルディカを州都として新ダキア族衆を新設しドナウ川南岸を防衛線とする体制を構築した。再三にわたってイタリア本土へ侵攻する北方移民族に対してローマを守る必要に迫られたアウレリアヌスは王政ローマ期以来となるローマを囲む城壁を構築し始めた。 アウレリアヌスの前に連行された、ゼノビアイタリア人がカジョバンニ・バッティスタ・ティエポロによる1717 17年の、サクシュリアやパレスチナなどのローマの東方族州を支配するパルミラ帝国は、アウレリアヌスをローマ帝国全体の皇帝として認めていたものの、国王であるアバンラトゥスも、また皇帝を自称していた。アウレリアヌスは、パルミラへ降伏を呼びかけたものの、 高戦の姿勢を示したことから272年にアウレリアヌスは軍を率いてパルミラ領へ入った。ビサンティウムとティアラで抵抗があったものの、これを下し降伏後に寛大な処置を取ったことから多くの都市が無欠で解除した。パルミラ軍とはアンティオキア及びエメサ近郊での2度の戦闘にいずれも勝利を収めた。ゼノビアはパルミラ市へ籠城して、 ローマ軍の平坦切れを狙ったものの、エジプトを制圧したプロブス軍がパルミラ依来園して、補給路を確立させたことから、不利を察したゼノビアはペルシアへの逃亡を図ったが、ユーフラテスカ藩でゼノビアを捕虜とした。こうして、パルミラ王国を崩壊に追い込み、東方族州の回復に成功した。また、パルミラ王国の崩壊後に、エジプトで皇帝を戦勝し、 ゼノビアの名優を自称したフィルムスを破った。パルミラで勝利を収めたアウレリアヌスは、東方をプロブスに委ね、西方族州に拡挙していたガリア帝国に目を向けた。274年、ガリア皇帝テトリクス一世は帝位を返上して、ガリア帝国をローマへ復帰させることを望んでいたため、アウレリアヌスと示し合わせた上で、シャロンアン・シャンパーニュで退陣した後に、ローマへ降伏した。 こうして、聖方属州もローマ帝国へ復帰することとなった。アウレリアヌスは散分されていた帝国を再統一することに、成功274年ローマにおいて、凱旋式を挙行。この際に征服した各民族と共に、ゼノビアを連行したことで話題を集めた。また、これら一連の功績により、元老院から、レスティジューターオルビス、レスティトトルオルビスの称号を得た。 国内政策では、蘇生乱造されていた、金貨、銀貨、銅貨の発行体制の再構築に乗り出し、これに絡んで不正を働いて、利益を得ていた、通貨鋳造所職員がストライキを実施するものの、アウレリアースはこれを武力で持って鎮圧。一説には、反乱に加わった職員や、元老院議員ら約7000名が死亡したとされる。275年。 シャープール一世が没した直後のサーサーン朝へ遠征に向かう途中、アウレリアヌスは秘書官の一人なる人物を叱責した。これに身の危険を感じた秘書官は暴略を仕組み、アウレリアヌスは自軍の将軍なる人物に暗殺された。アウレリアヌスの突然の死は帝国に大きな衝撃を与え、マルクス・クラウディウス・タキトゥスが即位するまで数ヶ月に渡って、 皇帝不在の時期が生じたとされる。ありがとうございます。